ありがとう。今日はチキンソテーを作るつもりで材料を買ったんだけど、自炊するときってついいろいろ多めに準備しちゃうんだよね。食べきるのが大変で。あなたって結構食べれる方？作る前にそれ言います？そりゃ美味しいに越したことないけど、ハードルめちゃくちゃ上がるじゃん。とりあえず先に謝っといてもいい？まあとにかく栄養はつくと思うから、そこは安心して。私たち体が資本なとこあるじゃん。だから食生活も見直そうかなって。あとはついでに痩せられたら一石二鳥だけど、それはとりあえず置いとく。じゃあサラダ作りから始めようかな。トマトを切ってくれる？安いしダイエットにもいいって聞いたから胸肉を使ってみたんだけど、ちょっと、いや、だいぶパサパサしてたね。しかもすっごい硬かったし、はあ、ちょっとショック。いつもこんな失敗しないのに。本当だからね。その顔信じてないでしょ。次は絶対リベンジするから、また時間あるとき付き合ってよ。次は美味しいって言わせるから。